海の神秘を知りたくないかい？知りたい。これがアトランティスか。のこれガチか。ワニレックスのレックスを見ます。ジマねえ、はパーク立ち入り禁止にしようぜ。そこがいいんだ。毒物の見解としてどういうことだ。これ嘘です。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、国分さんです。コウスケです。コウジです。今回はですね、はい、未だに人類が解明できない海の謎をご紹介していきます。いいよ。まあ、今回ですね、この海の謎第2弾ということなので、まだ第1弾を見てない人はぜひそちらから見てください。ということで早速海の謎やっていきましょう。てめえふざけたフードかぶってんじゃねえよ。まずはじめにご紹介するのがストロンゼービーストです。ストロングゼロみたいな名前ですね。確かに。こいつですね、何かというと謎の死骸なんですね。ちょっと概要を話しますと、1808年スコットランドの島の一つストロンゼー島にですね、とある死骸が漂着しました。どうやらその死骸、何やら姿が異常だったと、うん、まず首が 4.6 メートルあったのね。ほう。で、全長が 16.8 メートルっていう、でかい。そう、クソデカ生物だったのよ。はあ。で、何がおかしかったかって、足が3本生えてたと。ほう。3本しか生えてなかった、逆に。ああ、ああ、っていう形の不思議な生物なんですね。当時の写真とかっていうのはちょっと残念ながら残ってないんですけど、うん、それを見た人のスケッチが現在も残っているんですよ。はあ。それをお見せします。はい。こちらです。うん。まあ、ヒョロ長の謎の生き物っていう感じなんだけど、スコットランドの解剖学者がですね、新種ですと。はあ、はあ、いうふうに言ってまして、一応この生物の種類の名前としてハルシドスポントピラニっていう名前をつけてるんですよ。はいはい。ストロンゼービーストっていうのはいわゆるなんだろう、図子の化け物みたいな言い方なのよ。ああ、はいはい。琵琶湖に住むなんとかみたいな。そう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 、そういうことですよ。琵琶湖は海じゃねえけど、うん、ただですね、今日は何一つわからないで終わるんだけど、うん、本当に新種だったのか分かってないんですよ。はいはい。なおかつですね、地球上に3本足の生き物なんていないの。ああ、なるほど。そうそう、だからなんかとんでもない新種だったかもしれないって、もしかしたら。なるほど。うん。何のための足だったの。そうそう、まあちょっとこいつに関してはこれからも解明されるか分かんないんですけど、ただ当時にはいた。そう、もしかしたら将来3本足の超でかい化け物が海で見つかるかもしれません。なるほど。これ余談なんですけど、なんでだよって思ったんだけど、うん、地球の海の地形って火星の表面より分かってないらしいです。へえ。火星の表面の方が把握してるらしい、人類は。やっぱ目で見れるから。そうね。だからやっぱね、めちゃくちゃ難しいらしいね、その水圧に耐えるっていうことが。あ、なかなかその潜水艦ができないからいけないって言われてますね。次にご紹介するのはですね、バルト海の異物です。うん。概要を説明します。はい。2011年6月、スウェーデンの海洋調査会社がバルト海に沈んでいた謎の物体を発見しました。ほう。まあ、さっきの生き物もでかかったんだけど、うん、この物体も相当でかいんですよ。直径60メートル。ほう。高さ8メートル。でけえな。こんなにでかい円盤の物体がバルト海で発見されたと。うん。その画像をお見せします。はい、こちらです。 UFO みたいな、ちょかっこいい形なんだよね。うん。で、これ何がおかしいのかっていうと、こいつに近づくと電子機器が作動しなくなると。ほう。何か異常な電波を出しているんじゃないかというふうに言われてまして。へえ。全部使えなくなるんだって。めっちゃ不思議。そう。本当にこいつなんだって思うのが、うん、このバルト海の異物から離れたら、その使えなかった電子機器が正常に作動するらしいです。つまりこいつが原因なの。こいつ何なんだ。そう、何なのか分かんない。当時のダイバーたちがですね、海洋調査会社のダイバーなんて海を知り尽くしてる男たちなわけですよ。あ、彼らがですね、はい、まずこんなものは見たことがないと。はいはい。私たちは何か異常なものを発見してしまったことを 100% 確信していますというふうに言ってまして、本当に世界中の海を探してもここにしかない謎の物体。まあ、一説には墜落した宇宙船とか。ああ、ぽいかもね。そう言われてまして、なんか大きさ的にもね、ありえるんじゃない。なるほど。それはワクワクしますね。ちょっとね、次にご紹介するのはですね、はい、ブラックスモーカーです。これ何なのかと言いますと、はい、海底で噴出している
300度の熱水のことなんですね。ほう、まあ、黒い煙だったり白い煙だったりこういろんな煙がこう海底ってブワブワしてるんだけど、はいはい、まあ、その中でも特に黒いのをブラックスモーカーというふうに呼びます、うん、その煙、まあ、300度でもちろん激圧なんだけど、うん、その煙の中に亜鉛とか鉛とか銅とか、うん、人間にとって体に悪いものばかり含まれているんですよ。ほうほう。でですね、はい、このブラックスモーカーの周りには他の海底よりもたくさん魚が集まってるんですね。これなんでかっていうと、このブラックスモーカーの周りにはですね、ブラックスモーカーが出す化合物を食べて生きている微生物がいっぱいいると。そのプランクトンたちを食べるために魚がたくさん集まってるんですね。なるほどな、はい、でこれ一体何が謎なのかと言いますと、はい、このブラックスモーカーは世界中にあります。まず、うん、まあ、それは不思議じゃないんだけど、うん、なのにブラックスモーカーの周りに集まっている魚は世界中どこを見てもほぼ一緒なんだ。へー、気温が違うし環境もいろいろ違うんだけど、そこに群がっている魚たちは同じ。そう、だからどうやってこう広がっていったのかもわからないし、なぜそいつらだけなのかもわかんないしっていうのが謎なんですね。はあ、なるほど、面白いですね、はい、このブラックスモーカーの付近は地球が誕生した時の環境に似ているっていうふうに言われてて、うん、つい最近40何億年前の生物みたいなのがこのブラックスモーカーから見つかってるんですよ。へえ。ずっと形が変わらない古代微生物みたいなやつが発見されて、はあはあ、もう未だにね謎が多い。海は深いね。最後にご紹介するのがですね、はい、ミルキーシーです。ミルキーシー、はい、まあ、どういうものかと言いますと、海が青白く乳白色に光るんだ。へー。実はこの現象自体はもう何百年も前からインドとかインドネシアでは確認されてるというか報告されてるんですよ、うんうん、なんか海が光ってるのを見ましたっていうのを、はい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 、ただその現象が起こる確率が低すぎて全く調査されてなかったの。あー、もうできないんだ。そうそう。だけどですね、1985年に一度だけ調査船がそのミルキーシーを確認しまして、ほうほうほう、研究することができたんですよ。へーへー。逆に言うとその人類の歴史の中で1985年にしか遭遇できてないというか。へえ。じゃあこのミルキーシー一体何が正体だったのか、うん、それはですね、発光バクテリアでした。発光バクテリア、はい、バクテリアが光っていたために海が光っているように見えたと、うんうん、いうふうなことが分かったんですね、うん、研究によって発光バクテリアが光ってるってことは分かったんだけど、うん、なぜ発光バクテリアが大量発生するかっていうのは未だに謎のままだ。へえ。解明はされたけど、じゃあなんで発光バクテリアがっていうの、ね、そうそう、だから未だに幻なんだよもう。ああ、見れた人はラッキーみたいな。ラッキーすぎる。へえ。ほとんどの人が見れないし、サンプルもめちゃくちゃ少ないんだけど、うん、海が白く光るのちょっと幻想的だから綺麗なのかもしれないね。見れためちゃくちゃ綺麗らしいよ。だからそれが解明できたらさ、観光業としてできるんだろうな。できるだろうね、うん、やれちゃうよね。 それはぜひ解明してほしいですね。うん、あ、まあ余談なんですけど、はい、僕もミルキーシー出ますよ。出る？うん。あ、ちょっとどういう意味か教えてくれる？見る。見せられるの？うん。本当に？うん。ちょ、見せてもらっていい？ああ、それダメだよ。綺麗だね。え？すごい綺麗だね。うん、まあ綺麗なのかな。僕ずっとダイナマイトってことでしょ。人類では解明できない海の謎でした。うん、やっぱ海すごい謎いっぱいだね。でまだいっぱいあるぜ多分。 95% 謎って言われてますからね。そうだね。またまだ海は広いということで、うん、まあでも、はい、これらの謎っていうのは今後解明されていくんでしょうか。うん、極太の見解をお聞かせいただきたいなと思います。はい、まあね、人類というのはものすごいスピードで成長していますから、まあ、残りの 95% これはですね、どうでもいいです。興味ない、まあ、興味はあるんだよ、うん、あるんだけど、まあ、解明されようがされまいが変わらないというか、僕の人生は好奇心を持て、旅に出よう。以上、極太ダイナマイトでした。意味わかんない。極太のマーケットシェツコナー。
誰しもが思うことだと思います、うん、健康寿命を伸ばしたい、伸ばしたいですね、うん、まあ日に日に健康でありたいというふうに願っていると思うんですけども、うん、とある研究結果が発表されました。はい。1日1杯のお酒でも脳が萎縮することが判明。どうしたどうした、いやちょっと悲しいなと悲しみの表しとかの、悲しみの表しでした。パッションやらなんだけど、はい、寂しいっすね。うん、なんだってなんか言われてたじゃん、一杯のお酒はいいよとか。ね、なんか聞きますよね、うん、関係ない酒がダメでした、もうアルコールがダメでした。まあそうなんだろうな。はい。まあちょっと読みますね、うん、ウィスコンシン大学マディソン校のレミ・ダビエット博士らは、カタカナ多いな、3万6000人分の MRI データを用いて飲酒と脳の健康との関係を詳細に調べました、はい、この結果1日1杯だけでも脳が萎縮することが判明、うん、しかもお酒の量が増えるほどに悪影響は大きくなることが分かったそうです。分かってはいたというか、よくはないよなそりゃと思うんだけど、だって脳を麻痺させて楽しくなってるみたいなんでしょうね。ねえ、いやーってなってんだもん、うん、いいわけで普通じゃないもんだよね、まあ、間違いないですね、うん、だって二日酔いってもあんなアセドアルデヒドが出る二日酔いはやばいよ、痛いじゃないですか頭ガンガンに、何にもできないんだから。それは脳細胞壊してんだろうなと思います。壊してないとしてもああなっちゃうんだったら、うん、もう人生を一日無駄にしてますから二日酔いの日なんてのは、うん、まあしょうがないですよ。そうっすね。ただなんかその一個言えるのはですね、うん、それでも僕は飲みますと、まあしょうがないですよそれは。まあそういうもんですね、うん、忘れたいことがあるんだもん。美味しいものをね、うん、食べなくなったらそれは健康になったりしますよ。まあ、そうだよね。そういうことです。そうだよ。だからまあそういうことですよ、うん、皆さんそういうことですよ。まあそういうことですよ。そういうことなんですよ。まあ、そういうことなんですね。以上、グレートダイナミックスでした。ありがとうございました。